まさかね、日本が金メダルを獲得できるなんて素晴らしい、とても嬉しいことだ。いや、それも素晴らしいことなんだけどさ、私たちのこのテラリア生活において絶対に言っておかなきゃいけないことがあるよね。何それ、何それ、何それ、え、言っておかなきゃ絶対にいけないことあるよね。やっぱ攻めるんだ。じゃあ攻めてない、攻めてない全然いいよって言ったじゃん、一からやろうよって。やっぱ攻めるんだ。みんな心温かく言ってたよ、ね、でも一応リスナーさんに分かるようにごめんね、ある。いやいや、全然全然いいね、いいね、本当にごめん3人とも。いや全然、本質が説明できてないかも。まあ何があったか説明しますと、怒ってる、怒ってる。パソコンを買いました。はい、おめでとう。あ、やったー。のでね、今日もみんな仲良くテラやっていきたいと思います。違う、一番大事なとこ抜けてんのよ。逃げるな、そこで。みんなの気分的に最初からしたいということだったので。やばすぎる。なっつりつけるな。え、やっぱ攻めるんだ。え、違う、攻めてない、攻めてない、まあ、そういうことにする。もみ消す。まあなんかパソコン変えて、僕あのパソコン変えた時って配信用のパソコンを捨てて、ゲーム PC だったものを配信用にして、新しく買ったものをゲーム用 PC にするんですけど、あの一応ね、テラリアのデータ残しとかなきゃと思って、配信用のパソコンだけ初期化しないで置いたんですよ。でも冷静に考えたら、ゲームのデータが残ってるのゲーム用の PC で全部消えてました。彼方に。アホやん。改めて、わ、整地してる、えら、この子。同じ高さじゃないと気が済まない。イジャールしてもいい？やめて。一回だけイジャールしていい？やめて。一回だけ、一回だけ。どうぞ。なにこれ、やめてやめるよ。女の子いじめんの。泣いてるじゃん。まあまあ。まあまあ。何今の。あれだ。高校指定爆弾、ボンバーマンみたいな。よこしよこ。治った治った。よいしょ。意地悪していい？いや本当にやめて。本当にやだ。